ジャン君、おはよう。おはよう。おはよう。ジャン君。来た。パンちゃんも、おはよう。さあ、また朝が来たよ。しないの？はい、はい、かね、はい、かね、はい、あれ？いい子ですね。カラリン、カラリンは？カラリンしなかったのかい？しなかった。こっちに。カメラ置いていてね。はい、じゃあ、カラリン。あ、これがあったからかな。あ、そうか。わかんない。なんか、こっちに何かをね、歌いに来たよ。はい、ジャン君、ありがとう。はい、しない。はい。ジャン君、ヤコ、こんなにもないよ。ヤコ、はい。ヤコ、ほら、こっち、あっち。あっちだよ、あっちだよ。はい、ね、ジャン君。はい、ジャン。はい、じゃあ、いいかね。はい。なんだ、聞こえる。とるにゃーお母さんね、ちゃんくんはいはいはい変な鳴き方はい、ブラシ、ブラシ、ブラシ。かわいい鳴き方でしょ。うん、うん、うん。いいな、ジャン君。気持ちいいな。ジャン君のチューはジャン君がしてくれると嬉しいよね。あ、それね、中身取り替える前にちょっと裏もって思って裏にしてみました。はい、よくできました。最近すずりというところで、いろんなアイテムを作って販売を、まあ販売をしてもらってるんですけど。このラインナップ、ずいぶん増えてきました。こんな感じ。こんな感じです。21日からいろんな諸事情で、値上がりするらしいので、早めにご購入をって言っても、これはもうアップされるのが21日頃になっちゃうかな。
今日17日です。できるだけ早い方がいいかなと思います。一番最新のイラストはこれです。水うさぎという名前になっています。体の中に水があってチャップンチャップン言いながらジャンプする、我が家に一時預かりでいたシオンくんですね。シオンくんがボールにじゃれる猫という形でアップされています。それからこれですね、これは、数える羊という、まあ、眠るときに眠れない夜に数える羊ですが、キーホルダーなんか変でいいでしょ。